ブロアヤング駅はカナダのオンタリオ州トロントにあるトロント市地下鉄の駅である。トロントで乗降者数が最も多い地下鉄駅であり、校内では Wi-Fi が使用可能である。チャールズビー・ドルフィンによって設計された同駅は1954年にヤング・ユニバーシティ線のブロア駅として開業した。開業当初はブロア通りを走るトロント市電の地上駅と 接続していたが、路面電車で運行されていた、この路線が1966年に、ブロアダンフォース線に置き換えられるとブロアヤング駅と呼ばれるようになった。しかしながら、ホームの駅名表には、ブロア、もしくは、ヤングと、それぞれの路線が交差する通りの名前のみが表記、されている。1996年にはエレベーターが設置され、トロント市地下鉄において、 最初のバリアフリー対応駅の一つとなった。また、トロント中心部の地下鉄駅では、唯一例外的に、駅構内にトイレが整備されている。トイレが整備されている駅は他に10あるが、これらはすべて郊外の駅であり、トロント交通局の始発駅にのみ設備を用意するという方針の結果である。その乗降者数の多さからブロアヤング駅では常に、 キャパシティが問題となってきた過去にはパーティションを使った動線の誘導を、ブロアヤング駅始発電車の随時投入といったような様々な対応をとってきていたが、ヤングユニバーシティ線自体の乗客数も限界に近づいているなどの要因から劇的な改善が見られることはなかった。そのため2019年4月に現在島式ホームとなっているブロアダンホース線の木材端に新しく、 ケネディ方面行きのプラットフォームを建設し、2面2線での運用をする計画が策定された。トロント市地下鉄で3番目の乗降者数を誇るユニオン駅においても、同様の改良工事が2011年から3年間かけて実施されたが、当計画では約10億カナダドルを投入して2026年までの完成を見込んでいる。地上において、 トロント交通局バスの97バイト、300A、300バイト、320の4路線に乗り換えることができる。近隣にはトロントリファレンスライブラリーがあり、また、ハドソン湾会社等が入っている、ハドソンズベイセンターとは地下で接続している。上記の数字はトロントトランジットコミッションサブウェイライダーシップ2018、トロント交通局より。なお、a ウィキでは、 この合計人数には、各路線間の乗り換え客が2回計算されているとしている。最新の科学技術を体験しよう。オンタリオ科学センター。カナダトロント観光局。2020年6月25日閲覧。ABC トランジットエクスパンションプログラムステータスアップデート。シティオブトロント。2020年6月25日閲覧。ABC トロントイズプラニング A プライシーエクスパンションオブブルール4ね TTC ステーションツーリデュースオーバークラウディングトロントスター2020年6月25日閲覧 There is now free wifi at オーバー40 TTC サブウェイステーションズブロブット2020年6月25日閲覧カナダ S ファーストサブウェイアンダーグラウンドダウンタウン City of Tronto 2020年6月25日閲覧 Milestones ト,トロント交通教区2020年6月25日閲覧 The Clause Est Public Washroom 2 Every トロント Subway Station EN デイリーハイブ2020年6月25日閲覧 TTC Cloud コントロールナウパーマネントトロントスター 2020年6月25日閲覧。AB ウィア e アウトオブステーション n 4ゲサブウェイラインデスパレートリークローズツーバースティングナショナルポスト。2020年6月25日閲覧。ありがとうございます。